皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は唇の色かわいいですね。はい、今日は私のおすすめリップ紹介をしようと思います。最近 TikTok のなんかリップのやつをやったら、このリップ何、このリップ何みたいなことがあって、まあ、それも実際に紹介していけたらなと思って、私のおすすめリップを紹介したいと思います。はい、ということで、じゃあ早速やっていきます。それではどうぞ。まず一つ目はこちらです。こちらはクリオのマッドマットリップです。お値段は1920円で、スタイルコリアンとかアマゾンにも売ってました。これね、高橋愛さんが最近インスタグラムに載せてた。色はこんな感じです。これは06番です。もうね、この色がすっごい好きで、唇に塗った後とかにチークとかにも使うことはよくあります。なのでもうこれ1個持ち歩いて両方つけることすごいあります。1番のお気に入りです。じゃあ実際につけます。はい、ね、塗り心地がすごいサラッとしてんねけど、このマットで何よりも色が一番可愛くて、本体の触り心地と唇に塗る瞬間の触り心地がちょっと似てんねん。これ使った人はすごいわかると思うねんけど、すんごいこれは好きです。で、この色系のなんかメイクすることがよく多くて、これを一番に使ってます。その次に紹介するのはこちらです。じゃーん。これは紹介したことあるねんけど、パッドマグラスのジクストランスリップスティックで、カラーがマックグロスマウスというやつです。まあ、お値段は少し高くて5000円ぐらい、5000円とか6000円とか、まあそれぐらいするんですけど、本当に真っ赤なリップです。で、ここが唇ついてて、もうこれ本当にお気に入りで、見ててな、赤リップ好きにはたまらんから。はい、塗った感じはこんな感じです。これも結構持ち歩いてる。なんかちょっと大人な雰囲気の時とか、なんか黒ニットとか、そういうちょっとかっこいい系で着てる時はこのリップをよく持ち歩きます。で、赤リップ使うことがよくあるんで、これを使います。次はこちらです。まあ皆さんおなじみのレブロンです。レブロンのウルトラ HD ジェルリップカラーです。これさ、なんかな、使ってるうちにな、なんか知らんけどな、このケースの方がなんか汚くなっていくねんけど、青だけですか。で、こんな感じで、色は赤の濃い版、ちょっとエロリップに近いリップです。で、保湿もしっかりしてて、保湿成分が入ってるんで、塗り心地だったりとか塗った後はすごいトゥルトゥル感があります。こんな感じです。このリップはなんかちょっとだけな、自分の唇と相性悪いんかわからんけど、ちょっと少しなんか荒れてくるんですね。でも色もすごい好きで、このトゥルトゥル感というか、ちょっとなんかトゥルっとしてるんですよ。なので使ってます。これ塗るときは基本リップとかをしっかり、もう普通のやつからリップ塗ってって思うかもしれへんねんけど、特に注意して塗るようにしてます。まあこれもおすすめです。次に紹介するのはこちらです。じゃーん、チグレのリップです。350円です。今回紹介するのは549番と748番。じゃあまずは748番から。こんな感じです。見てもらったら分かると思うように、結構な茶色の、ほら、チョコレートっぽい感じです。もうこの色が可愛いって可愛いって私は好きなんですよ。そしてそして、みんなが大好きエロリップ、こんな感じです。エロリップってほら、ちょっとだけレブロンの色と似てる。手で比べてみよう。このレブロンの方がツヤ感がすごいです。はい、こんな感じ。こっちがレブロンで、こっちがエロリップ。ちょっとエロリップの方がなんか紫っぽい感じかも。似てます、めちゃめちゃ似てます。こちらがエロリップでございます。そして最後に紹介するのが、じゃじゃーん、TikTok で使ったこちらのリップです。もうこれはほんまに昔からずっと使ってます。もうインスタでも使ってるし、YouTube でも何回か紹介したことあります。ちなみにスタイルコリアンで販売しておりますまして、はい、じゃあまあ塗ってみます。ちなみに TikTok でバズった動画、こうやってここにつけてくるよ。うん、つけすぎたな。うん、うん、ってやって、こんな塗り方をしてました。はい、今回ちょっとはみ出ちゃったな。
塗りすぎた。で、これがアカリプレイス。めっちゃなネイルみたいな感じで、すごい可愛いデザインで、もうこれはほんまにほんまに愛用してます。で、ちなみにこれは3つ目ですそう、3つ目リピート済みです。これ持ってるだけですごい可愛いし、なんかネイルとよく間違えられることもほんまにあるし、唇に塗った時の発色の良さがたまらなく可愛くて、こちらも韓国リップです。なんか自分の中でもな、結構この色がな、一番ピンポイントにピーンってきてます。ということで、今回紹介したのはこちらのおすすめリップたちでした。はい、ということで皆さんどうでしたか？まあ、結構韓国リップはほんまに私の中ですごいおすすめで、よく愛用しています。で、からの、プチプラな商品だったりとか、すごいもう色が気に入ったら基本それを常にずっと使ってる感じです。なので、みんなもチフレのリップとかやったら350円で手出しやすいと思うんで、まずそこからね、ゲットしてみて塗ってみてください。茶色系とかオレンジ系とか赤系とかおすすめです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。皆さんのおすすめのリップなどがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。それではまたねー。